こんにちは、芸能ダイヤです。4月10日にフジテレビ系で放送される音楽番組週刊ナイナイミュージック拡大号にナンバーアイが出演します。週刊ナイナイミュージックは岡村隆史さんが記者、矢部博之さんが編集長として、週刊雑誌のように音楽トレンドを発信していく番組。ナンバーアイはスタジオでダンスダンス伝言ゲームという新企画に挑戦し、さまざまな時代に流行ったダンスを曲を流さずにジェスチャーで伝えます。また今回の放送ではナイナイがそれぞれ選んだ差し入れのうちどちらが人気で早くなくなるかを競う差し入れ選手権の模様を放送。 TOBE 所属の全アーティストによる初のコンサート TOHEROES TOBE ファーストスーパーライブの会場での差し入れ選手権の映像に加えて、ナンバーアイをはじめとする TOBE アーティストたちのステージ上や舞台裏での表情もオンエアされます。オンエアが楽しみですね。また滝沢秀明氏が代表取締役を務める芸能事務所 TOBE が全所属アーティストが出演する初のコンサート TOHEROES TOBE ファーストスーパーライブを今月14日からの4日間東京ドームで開催し話題となりました。同公演には所属する三宅健さん、北山宏光さん、ナンバーアイらが出演し、4日間で22万人を動員。さらに動画配信サービスプライムビデオで全世界に配信されました。旧ジャニーズの創業者の子ジャニー北川氏の性加害問題が未だに収束できていない一方で、22年10月に退社した滝沢氏は独立して自分の城を築きました。そこで今回所属アーティストが総出演した大イベントを成功させ、おまけにプライムビデオで全世界に所属タレントたちの存在をアピール、所属アーティストたちの世界デビューを目指していたジャニー氏の悲願を体現した形になったのではないでしょうかと話すのは音楽業界関係者。 TOBE は公演最終日の17日には所属アーティストの単独公演とアーカイブ配信の決定を発表しています。ドームを訪れた観客のおそらく半分ほどは平野さんのファンが占めていたそうです。したがってナンバーアイのチケットは猛烈な争奪戦が繰り広げられそう。ただナンバーアイ以外の所属アーティストたちのパフォーマンスを見て単独公演に足を運ぶ気になったファンも少なからずいるはずです。今回の東京ドームの公演は TOBE の所属タレントのショーケース的な位置づけなのでしょうと芸能記者は話しています。その平野さんはサントリーの水神草だ、池田模範堂のかゆみ、虫刺され役、液体無比 S と無比 α EX シリーズのイメージキャラクターに起用されるなど、昨年7月の TOBE 合流後すでに4社の CM と新規契約しています。さらに今年1月にはイヴ・サンローランボーテのアジアアンバサダーに就任。平野さんが登場する同社のリップリュージュピュールクチュールの新 CM が公開されると、都内のフラッグシップブティックで前日同時間対比の約540倍の売り上げを記録しています。また同月にパートナーシップを結んだルイ・ヴィトンでも平野売れ現象が起こり、絶大な広告効果があることが知れ渡りました。もはや平野さんは TOBE のエース的存在。平野さんを出せば視聴率を稼げるという目論みもあってか、ナンバーアイは今月30日にスタートする日本テレビ系の新音楽番組 With Music 春の2時間スペシャルで民放キー局初パフォーマンスが決定しました。反応が良ければ同番組のレギュラー的な地位を与えられるでしょうし、各局の音楽番組で争奪戦が巻き起こりそうですと民放キー局の音楽番組関係者は語っています。そして TOBE のタレントは決して元ジャニーズだけではありません。同社はドーム公演の初日の14日11歳から13歳のトレーニー研修生5人による新グループウインクファーストの結成を公式サイトで発表。4日間の公演でメンバーたちがお披露目されたのです。旧ジャニーズは16日の京セラドームで行われた旧関西ジャニーズジュニア現ジュニアのユニット A
グループのファンミーティングで同グループのデビューを発表しました。しかし故ジャニー喜多川氏の問題の影響で昨年秋のデビューが流れたのがずれ込んだだけなのであまり新鮮味がありません。それに対して滝沢氏は自身がジャニーズジュニア、現ジュニア時代はそのまとめ役に任命されたり、現役引退後はスノーマンとストーンズを同日 CD デビューさせるなど高いプロデュース能力を発揮していました。ジャニー氏がいない旧ジャニーズが今後の人材発掘もままならない中で、滝沢氏がこれまでジャニーズで培った発掘&育成能力をフルに発揮しているという皮肉な構図になってしまったようです。 2B 設立からちょうど1年の今月21日、滝沢氏は自身の X を更新し、僕たちは自信を持ってこれからも皆さんの想像以上のことをやっていきたいと強く思います。まだまだ会社としては小さい私たちですが、やることはダイナミックにいきたいと思います、という決意表明をしていました。 2B が旧ジャニーズにとってますます脅威になることは間違いないでしょう。そんな 2B ですが、初のコンサート2 Heroes 2B First Super Live のスペシャルエディションが4月26日からプライムビデオで世界独占配信することが決定しました。今月17日に同コンテンツでは2 Heroes 2B First Super Live の模様を世界独占配信。そこに今回コンサートにかけるそれぞれの思いなどを収めたスペシャルインタビューを特典映像として追加したスペシャルエディションが登場するようです。スペシャルインタビューで何を語っているのか、内容が気になるファンも多いようです。プライムビデオは Amazon プライムの登録が必要なため、今のうちに登録しておいた方がいいかもしれません。日本中の注目が集まった初コンサートですが、最終公演の17日には開演前に所属タレント数人が出席する取材会が行われ、ナンバーアイの岸さんが持ち前の愛され力を垣間見せていました。取材会冒頭、これまでの公演を振り返る場面で岸さんは開口一番、もう本当に久しぶりの感覚と言いますか、悲鳴の数がすごくて周囲から悲鳴事件みたいじゃんと突っ込まれ笑いを起こしつつ、新しいジャンルの歓声が聞けたというか、撮影許可とかもそうですけど、いろいろなことにチャレンジしてファンの方が喜んでくれているのが伝わってきましたね、とまっすぐな瞳で語っていました。タレントと報道陣が机を挟んで対面すると自然と互いの間に緊張感が漂ってしまうものですが、そんな中で岸さんの発言はナチュラルに場を和ませ雰囲気を明るくしたようです。メディアで見せる天然ぶりやパンチの効いた言い回しは健在のようで、パブリックイメージそのものの岸さんらしい朗らかな存在感で場を盛り上げていました。特に印象的だったのは 2B メンバーの意外な一面について質問された場面。岸さんは、三宅くんにお寿司に連れて行ってもらったんですけど、おごってくださったのが、とさらりと爆弾発言。至って真剣な面持ちで、噂では三宅くんって割り勘するタイプって聞いてた、と続け、会場は爆笑に包まれました。一方三宅さんは、ないない、そんなことないわ、俺そもそも後輩とほぼご飯行ったことない、そんな噂流れようもないわ、と笑い、関係者もただの噂だと思う、と苦笑。北山さんは岸さんに、失礼なやつ、と突っ込みつつ、でも俺も聞いたことある、とうなずき笑いを誘っていました。その後岸さんはやや不安げな表情で、でもすごく感謝していますしありがたいです、悪気はなかった、と弁明。三宅さんは、いやもう全然わかってる、岸のこと悪いなんて誰も言わないよ、と優しくフォローし、北山さんも笑顔でうなずいていたようです。北山さんは、岸と二人でご飯行くことはあったんですけど、数年前まではもっとしっかりしてるイメージだった、猫かぶってたの、とにやり。岸さんは、基本的にはしっかりしてますよ、たまにこういうミスが生まれちゃうだけ、と言い、三宅さんに、打率100よ、と笑顔で突っ込まれていた岸さんでした。取材の最後には、今後の活動について思いを語った岸さん、お客さんをもっと喜ばせることしか考えていないので、と断言。
どんどん皆さんを驚かせたり喜ばせたりしたい。まだまだ楽しみに待っていてください。と呼びかけていました。今度の単独公演では、どんな形でファンを喜ばせてくれるのでしょうか。今後の活躍に注目です。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録と高評価、コメントをいただけたら大変嬉しく思います。それでは、ごきげんよう。